今回私たちが彼氏にドッキリを仕掛けたいと思います。イエイ、イエイ、イエス。レンカの爆破をゲットしました。今日好きルルです。水井奈です。今回私たちが彼氏にドッキリを仕掛けたいと思います。イエイ、イエイ。対して彼女が好きって言いまくったら彼氏はどんな反応するのか。イエイ、イエイ。これから撮影の休憩時間という設定で彼氏と楽屋で2人きりになります。その間私たち彼女が彼氏に好きって言いまくったら彼氏はどんな反応をするのか検証していきたいと思います。でお互い言わないから、うん、なんか多分違和感でしかないと思う。気づかれるかな。急にどうしたって誰かな。頑張ろうな、頑張ろうな。それではドッキリを仕掛けていきたいと思います。スタート。まずはルルが彼氏の太陽にドッキリを仕掛けていきます。ルルとは電話でつながっているので別室にいる私が指示していきます。好き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 って言ってみて。好き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 。ルルちゃん、ルルちゃん、指示を出します。今日好きから太陽好きって。今日好き、太陽好き、行こう。なあなあ、なあなあ、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 おやすみ、おやすみ、今日好き、今日好き、太陽好き。かわいすぎない？自分で言うと自分で照れてる。ちょ、太陽もうちょっと、なんかさ、もうちょっとさ、反応してくれ、もうちょっと照れないよね。ルル、太陽、太陽に私のこと好きって、ルルのこと好きって聞こう。おい、太陽離れるな。踊らないで。ちょっと座って。そっからさ、発信しろ。ねえ、うん、ちょっとしすぎ、太陽。キューポーズ。マジで服脱ぎ出してんだけど。ねえ、ちょっとそういうのやばっ。もう空飛んだで。ちょっとそうやってルル、ちょっと子供っぽくお姫様抱っこしてって言って。あ、いいね、いいじゃん。お姫様抱っこして。これルル、太陽、お姫様抱っこして。最後にルルルル、最後に好きってめっちゃ言いまくってデレデレして、デレ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 って。頑張れルル、頑張れ。何やろ、照れてますルルさん。ルル、最後にめっちゃ好きってバーって、好き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 って言ったら今ネタバレしていくから頑張れ、好きって。好き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 、うん、好き、もっともっといけ、もっといけ、大好き大好き、うん、好き、うん、かわいいんだけど大好き。ドッキリ大成功。ルル頑張った、頑張った、ルル頑張った。だからおかしかった。ちょい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 、バリオープンやったんだ。はい、ということでドッキリ大成功。イエーイ。
それでは続いてゆなちゃんがレン君にドッキリを仕掛けていきます。楽しみですね。はい、超楽しみです。見栄えがまだやってるのでちょっと開けますか。取材が嬉しい。何してんの？うまくできないから頭ボンボンしてください。お願いします。こういうコメントをしてもらった。そうなの？かわいいって言いながら、ここじゃないですよ。切ってレンタして結構変わるって。いつみちゃん、好きだな。好きだよ。恥ずかしい。恥ずかしい。恥ずかしい。やめろ。ゆなちゃんよくやりました。してもらいながらその手を離さずにそうギュッて握りしめて、リンク大好きだよ。リンク大好き。はい、失礼します。あれ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 あはい、実は教師 YouTube 企画の撮影をしました。対して彼女が好きって言いまくったら彼氏はどんな反応するのか。はい、それ何でしたっけ。今もう見たら分かるんですけど、どうでした、どうでしたか、どうでしたか。恥ずかしかったですね。でしょうね。最後の辺は嬉しいなと思う。最初は全然気づかなかった。おー、すごい。最後抱きついたのか。びっくりした。ということで、今回彼女が好きって言いまくったら彼氏はどんな反応するのかを検証しました。イエイ。どうでした、皆さん仕掛けられて。いやーちょっと僕はね、あのプライベートがほんまにあんなんなんですけど恥ずかしい、恥ずかしい。まずいってなんですか。いいですよね、おもろいですよね。面白いですね。どんなんしてね。踊ってましたしっかり。はい、この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、コメントもよろしくお願いします。それではバイバイ。最後まで見てくれてありがとうございました。チャンネル登録はこちら。京介の最新話はこちら。また見てね。バイバイ。